皆さんこんにちは、ヤマイです。今日は猫の恩返しからバロンを描いていこうと思います。先日金曜ロードショーでね、猫の恩返しをやっていて、ふとバロン様が描きたくなってしまいまして、本当は今日夏目を描こうと思ってたんですよ。夏目友人帳の。でもちょっと私の熱量が一気にバロン様に持っていかれちゃいましたね。ということで謎のバロン続きになりました。猫の恩返しは小学校の時に確か劇場にね、家族と見に行って、ムタのちっちゃいぬいぐるみを買って帰ってきた思い出がありますね。もうその時からずっと大好きで、何回見てもいいなって感じですね。もうとにかくバロン様がね、素敵すぎて、もうあんな猫紳士と結婚したい。出てくる街並みとかね、小物のセンスもすごい素敵ですよね。耳をすませばに出てくるお店の感じとかもすごい好きだったんですけど、ジブリはそういうところもね、いいですよね、魅力的で。あとジブリに出てくる男性キャラクターって、なんだろう、他にはない独特な魅力があるというか、なんて言うんでしょうね、チャラついてない、ちょっと垢抜けない、古風な魅力があるというかね。先日の質問募集の動画、いろいろとコメントありがとうございます。正直ほとんど質問来ないかなって思って心配してたんですけど、よかったです、ほっとしました。できる限りたくさんの質問に、もうできることなら全部に答えられたらいいなとか思ってるんですが、そうだな、この動画の次は普通に DIY の動画で行こうかなと思ってるんですけど、その次あたりに質問の回答の動画を出せたらいいなと思っております。これね、擬人化にしようか迷ったんですよね。もうバロン様擬人化したらもう大素敵でしょう。でもちょっとさすがにあざとすぎるかなと思ってやめちゃいました。私も猫の国行きたいな。私ね、ドールとか好きなんですよ。ミニチュアとかドールハウスとか、ああいうちっちゃいものが好きなので、もうあの世界観はたまらないですね。そう、ドールがね、いるんですよ、うちにも。40センチサイズの子がキャストドール2人と、あと20センチサイズの子が3人いて、でね、ソファーの、いつも DIY 撮るときの背景のソファーにね、ぬいぐるみプラスドールを置こうかなって思ってるんですけど、でもちょっと迷ってるんですよね。ドールってやっぱ苦手な方苦手じゃないですか。怖いとか気持ち悪いとか思う方もね、いらっしゃるので、どうしよっかな。工場長さんとか後ろにブライス人形を置いてたりとかするじゃないですか。あんな感じでちょろっと置きたいんですけどね。でもまたブライスとキャストドールじゃ違うからな。やっぱリアルな人形って怖がる人いますからね。
ドールを紹介する動画とかも撮りたいな。このバロンもおそらく球体関節の人形なんでしょうね、多分。普通にあのキャストドールでもこういう感じの、なんていうんだ、獣人系のドールって出てるんですよね。カスタムしてバロン様にしてみたいな。んー、でももはやバロン様のキャラドールとか出てそうだけど、出てないのかな。あー、どうしよう、ドールお迎えしてバロン様カスタムしたくなってきちゃった。いや、定期的に来るんですよね、ドールカスタム熱が。キャラドール作りたいな。その目標が明確すぎるじゃないですか。目標となるキャラクターが具体的にいると、もしそれにうまく近づけられなかった場合、あ、もう失敗したってなっちゃって、なんていうのかな、そのドールを愛せなくなっちゃうのが心配でね、今まで避けてきたんですよね、キャラドールは。ね、理想形がはっきりしすぎちゃってるとね、うまくいかなかった時にな。カスタム自体は楽しいからすごい好きなんですけどね、今いるドールも、あの20センチサイズの方はあれなんですけど、40センチサイズのキャストドールの方はメイクなしの状態で素体だけお迎えして、で自分でメイクしてウィッグかぶせてお目目はめてみたいな。手袋いい感じにかけたかも。いや、手袋好きなんですよね私。一番の理想形はあの霊装用の白手袋なんですけど、羊さんとかがはめてるような。あのよくやるのが、バス乗るときに左側の一番前の席に座るんですよ。そうするとね、運転席の様子がよく見えるんですね。でバスの運転手さんって白い手袋はめてることが多いから、白手袋の素晴らしい運転さばきをそこから眺めるっていうのがね、趣味。はい、完成しました。動物描き慣れないのでちょっと難しかったですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやっているので、ぜひぜひフォローしてください。